ずはブンブンゴマが真ん中に来るようにしてください。回す時のコツは引っ張るのではなく緩めることです。回り始めたら緩めてください。まず最初に何回かくるくると回してねじります。ここで引っ張って回り出したら緩めます。回り出したら緩めます。回り出したら緩めます。これでもいいのですが、手がだんだん痛くなってきます。持ち手をつけるともっと回しやすく、もっと楽しい遊び方ができます。割り箸で作った持ち手です。持ち手の作り方、付け方はブンブンゴマの持ち手の動画をご覧ください。同じようにくるくると回して引っ張って回り始めたら緩めます。引っ張って回り始めたら緩めます。緩んだところで止めます。これをなかなか回せないお子さんに渡して、引っ張って回り出したら緩めるを教えてあげてください。回り出したら緩める、回り出したら緩める。他にもこんな遊び方ができます。足の指に挟みます。空気入れのようにして遊べます。2個使ってもできます。片付けるときには完全にねじれをほどいてください。そしてくるくるとブンブンゴマに巻きつけたら、最後余った糸を割り箸に巻きつけて挟み込んで、これで終わりです。こうすればおもちゃ箱に入れても絡むことがありません。